で、そっから左フックとかね、右ボディ打っといて左フックとかいいかも。右のボディフックか。ボディフック打って左フック、そこ、ボディ右ボディフック打ってね、そっから左フック、すぐ、ダブルでもいいけど、そっから左フック、ああ、惜しい、それ右やね。右ボディ打って左フック、そうそう、それをつなぎを早くしたら、ボディ、ああ、惜しいね。右ボディ打って左フック、ストレートじゃなくても右ボディフックでいいよ。そっから左フック、そう、それをつなぎ早く。ボディ、そう、それ。バンバンって、そうするとジャブ打って横打ってまた横打つみたいな。そうすれば打ちやすくない？早く打てるもんね。そう。そう、右のボディフック打って左のももに溜めるんかな、体重を。で、そっから左フック、で、出すと出しやすい。そう。あとはまあ自分の好きなコンビネーションいろいろやってもらっても。そう、いいよいいよ。ナイス。そう、それいいね。左のダブルいいね。ナイス。ナイス、右。ああ、じゃあ右強いから右ストレート打って逆ワンツーでもいいんじゃない？右ストレートをジャブみたいに打っといて、で、またワンツーって感じ。そう。右ストレートをジャブみたいに使ってワンツー。そう。それも混ぜれば。ナイス。そう。普通のワンツーの時と、右ストレートから始まる時と、そう、分けてもいいし。おお、いいね。ナイス。おお、いいやん。そっちうまいな。おお、そう、細かくそうやって、早く、そんな感じ、打ち分け。おお、いいやん。そう。手数。そう、たまに強いの入れればいいよ。弱いやつの中に。そういうのたまに。